最後の将軍、徳川慶喜。私は最後の将軍である徳川慶喜を最も苦難を背負った人物だと思っている。徳川慶喜、幕末の江戸幕府第15代将軍、天保8年水戸藩主徳川斉昭の7男として誕生し、父斉昭の方針で水戸で厳しく教育される。慶喜11歳の時、御三家の一つ一橋家の養子となる。御三家とは第8代将軍徳川吉宗が自分の出自から将軍職を継がせようとして作った徳川将軍家の一門である。この御三家は田安徳川家、田安家と一橋徳川家、一橋家、清水徳川家、清水家で、当主が成人したら朝廷から皇位の冠を贈られ、この皇位の冠の尊重として卿と呼び、ちなみに一橋慶喜は刑部卿の冠を贈られたが、実際の役割ではない。人々は一橋慶喜を尊重して刑部卿と呼んだ。将軍家に公子がないときは、御三家および御三卿から適当なものが選定された。一橋家から徳川慶喜が第15代将軍につき、明治維新後、田安家の徳川家達が徳川宗家を相続している。一橋慶喜、徳川慶喜は幼少期から英明な若者として、実父である徳川斉昭からも周囲からも期待されていた。水戸義明は烈公と呼ばれ、市政豪邁、藤田東湖などが支え、名君と期待された。しかも水戸家は第二代藩主水戸光圀によって始められた水戸学と呼ばれる学問、勤王思想研究の中心となっていたのだ。この水戸学を第9代藩主徳川斉昭から尊王攘夷思想へと発展させ、明治維新の思想的原動力となった。烈公と呼ばれた徳川義明は幕府を支える副将軍的意識が強く、江戸城内でもその気概を持って振る舞っていた。このため天下の志士たちから幕末の危難を救う英傑として見られていたのだ。この烈公水戸斉昭から幼児期慶喜が受けた教育は、通常の武士の家庭では想像もつかぬほど苛烈なものであったという。衣類、役はすべて朝か木綿で、日課は早朝に起き、すぐ子孫五教の素読、朝食後中事を行い、その後で藩校の講道館で学び、午後は武芸の稽古に励み、夜は子孫五教の素読を繰り返して一日の日課が終わる。この日課は違うことが許されなく、この義明から慶喜が受けた
残酷とも言える教育に匹敵するのが、吉田松陰が叔父の玉木文之進により受けた教育だろう。成明がこの少年に期待したのは、並外れた勇敢な書を書くことであったという。成明はいずれこの子は大物になると密かに期待していたという。慶喜が11歳の時、筆頭老中安倍政宏が内々の将軍の意向だが、慶喜殿を御三家の一橋家の養子として迎えたいと伝えてきた。この筆頭老中安倍政宏は姓聡明で思慮深く、幕府の老中の中で出色の人物であった。安倍政宏は副将軍風を吹かせ、幕閣老中大奥から警戒されている水戸成明という人物と提携し、国政の難局に立ち向かうという構想を持っていたのだ。筆頭老中安倍政宏が苦慮していた政局における難局とは、海防問題であったのだ。この時期、日本沿岸に欧米の艦船がしばしば来航し、幕閣はその打開策を見出せないままでいたのだ。そこで武力上位論者である水戸成明の日頃の発言と、上位の志士たちから幕末の危難を救う英傑だと見られていた成明と手を結ぶことにより、この難局を乗り切ろうとしたのだ。そのため水戸成明に投げかけたのが、七男の慶喜を御三家の一橋家に養子に迎え入れるという策だった。水戸成明は老中安倍政宏が示した水戸家七男慶喜を御三家の一橋家に養子に迎え入れるという提案を承知した。というのも、水戸成明は水戸家七男慶喜が将軍になる可能性を読んだからだという。もし慶喜が将軍になれば、成明は将軍の実父として江戸城で意を振るうことができるだろうし、幕閣へも指図ができ、成明を嫌う大奥を沈黙させることもできるだろう。成明は野望家で、今まで幕閣大奥から警戒され遺棄されてきているが、成明にすれば彼の野望は国を憂うる興奮から発しているのだ。この成明の興奮は、水戸家が長年にわたって使ってきた水戸学に起因しているの。水戸学とは、第二代水戸藩主の徳川光圀によって始められた歴史書大日本史の編纂を通じて形作られていった、日本の歴史像、日本国の国体を考える学問で、それが第九代藩主徳川成明の下で尊王攘夷思想へと発展し、明治維新の思想的原動力となった。幕末の国難期に暴発した藩は、水戸学を元とした尊王攘夷を唱え、天狗党の乱で暴発した水戸藩と
吉田松陰の思想に感化され暴発し、禁門の変を引き起こした長州藩であったのだろう。両藩の下級武士たちには似通った気質があったのだろう。ともあれ、水戸成明は老中安倍が投げかけてきた案によかろうと家老を返し受諾の返事をした。この成明と安倍の思惑が慶喜の人生を激動の運命に導いていったのだ。当時11歳の慶喜は急ぎ出府せよとの父の命を受け、水戸から江戸駒込の水戸藩邸に入った。老中安倍政宏は将軍の上司として成明に、将軍の意向として徳川慶喜の一橋相続を命じた。国高は10万石であった。御三家の一橋家は独立した大名ではない。領地を持たず藩も持たず将軍家の家族としての扱いなのに、言うならば11歳の慶喜は水戸徳川家の部屋住みから徳川宗家の部屋住みになったということなのだ。御三家の制度は第8代将軍吉宗が始めたもので、自分の血筋を将軍後継者として準備しておくことが目的で、健康に暮らしていることだけが将軍家への義務であり、他に役割も実務もない。もともと水戸徳川家に対して幕閣、旗本、大奥は紀州、尾張、徳川家に対するような主筋という意識はない。逆に水戸徳川家に対しては幕府の誰しもが疎外感と軽い敵意を持っていた。というのは水戸家第二代藩主徳川光圀以来の大日本史の編纂により培われた水戸学という尊王攘夷思想の家元と言うべき立場にあるからだ。水戸学の歴史観は尊王戦費であり、日本の国体は京都朝廷が本来のあり方で、武家政権が武力と富を背景に統治権を奪っているのだという見方なのだ。武家政権においては源氏の長者足利尊氏を武家政権を確立したものとし尊崇するのに対し、水戸学の歴史観に立てば足利尊氏は武力で朝廷から統治権を奪った賊であると見る。この視点に立てば鎌倉幕府、室町幕府、関白として日本を統治した豊臣秀吉、豊臣政権を倒し幕府を開いた徳川家康も天皇から統治権を奪った賊であるとなる。この水戸徳川家の歴史観、日本国の国体観は徳川幕府政権への痛烈な批判である。幕府とは中国の戦国時代、王に代わって戦いの指揮を執る将軍が張った陣を幕府と呼んだことに由来し、
占領地での統治権を王が臨時に将軍に委ねたことに起因する。ここで大事な点は、あくまでも占領地での臨時の統治権を王が将軍に委ねたので、本来の統治者は日本の場合天皇であるという考え方なのだ。万世一系を誇る日本国の天皇制という統治方式は世界の歴史上類のないものである。イギリスにおいても王朝制度が続いているが、イギリスの王朝は覇者により皇太の歴史を歩んでいる。最初期のノルマン王朝から現在のウィンザー王朝まで覇者により皇太の歴史を歩んでいるのだ。フランス、ドイツ、ロシアは革命により統治者が王朝から国民に変わった。中国においても秦、漢、隋、唐という王朝による統治から国内革命により中華人民共和国へと変化している。これに対し日本は天皇制を維持しているが、明治憲法下の統治者としての天皇制度から敗戦後の日本国憲法により国民統合の象徴としての天皇制へ移行したのだ。しかし天皇制を維持していることには変わらない。まさに万世一系の天皇制である。これは多民族の侵略のない島国日本だから維持できる天皇制なのだろう。この国体感、歴史観が最後の将軍となった徳川慶喜の大政奉還、鳥羽伏見の戦いにおける錦の御旗に対し江戸に逃げ帰って、しかも江戸城に入らず上野寛永寺にこもり、ひたすら教順の意を示し続けた徳川慶喜の態度の底にあるのだと思われるのだ。若い時代の一橋慶喜の最初の重大な試練が水戸徳川家内に起こった天狗党の乱である。天狗党は武田耕雲斎を首相に、藤田小四郎を副将とし、近理御守衛総督一橋慶喜を通じて朝廷へ尊王攘夷の志を訴えることに決し、上洛への道へと行軍していったのだ。天狗党は日立の国大悟を出発し、京都を目指し、下野、上野、信濃、美濃と中山道を京都を目指し進軍を続けた。この天狗党が頼みの綱としたのが水戸徳川家出身の一橋慶喜であったが、しかし慶喜は自ら朝廷に願い出て加賀藩、会津藩、桑名藩の4,000名の兵を従えて天狗党討伐に向かったの。天狗党以降はその年12月、越前の国進歩の軸福井県津軽市にいた。天狗党の面々は慶喜が自分たちの声を聞き届けてくれるものと期待していたが、その慶喜が
京都から幕府軍を率いてくることを知り、また他の追討軍も徐々に包囲網を狭めつつある状況下で、これ以上の進軍は無理と判断した。そこで前方を包囲していた加賀藩の軍艦に対し、嘆願書、始末書を提出して、慶喜への取り次ぎを請うたが、幕府軍はこれを退け、総攻撃当日についに加賀藩に投降し、こうして天狗党の騒乱は鎮圧された。加賀藩では投降した天狗党員を寺院に収容し、かなりの厚遇をもって処した。しかし田沼沖高率いる幕府軍が敦賀に到着すると、状況は一変した。関東において天狗党が犯した数々の惨禍を目にしていた幕府軍は、天狗党全員を二神閣の貯蔵施設に放り込み監禁し、手枷、足枷をはめ、衣服は下帯一本とし、一日あたり握り飯一つと湯水一杯を与えるのみである。腐敗した魚と養便用の桶が発する異臭がこもる狭い二神蔵の中に、多人数が押し込められたために衛生状態は最悪で、檻からの厳冬期を迎え、病に倒れる者が続出し、20名以上が二神蔵の中で死亡したという。元治2年2月4日、武田耕雲斎ら幹部24名が来光寺境内において斬首されたのを皮切りに、12日に135名、13日に102名、16日に75名、20日に16名と斬首され、捕らえられた天狗党員828名のうち352名が処刑され、他の者は遠投、追放などの処分が課された。なぜ水戸徳川家出身の一橋慶喜が自分に信条を訴えようと上京しようとした天狗党の訴えを聞こうとはしなかったのか。決起した天狗党員らは水戸徳川家出身で、水戸学の尊王攘夷思想を共有する一橋慶喜なら、なぜ決起に立ち上がったのかという幽谷の心情を理解してくれるに違いないと思ったのだろう。彼らは死を決していたが、同じ死ぬのでも自分たちの尊王の心情を聞いてもらい、死ぬのと同じ死ぬのでも自分たちの尊王の志を聞いてもらい、その上で死ぬのと、その心情を一橋慶喜に話せぬまま死ぬのとは違うのだ。納得して死ぬのと、動物のように殺されるのとは違うのだ。これは人間の尊厳に関わる違いなのだ。しかし一橋慶喜が天狗党の訴えを聞こうものならば、ただでさえ水戸徳川家を疑いの目で見ていた
幕閣の猜疑心を刺激し、水戸徳川家の取り潰しを恐れたためではないのか。その攘夷の志を訴えようと決起した水戸藩下級藩士を主体とする天狗党員と、徳川一門である一橋慶喜とは、守らなければならない対象が異なるのは致し方ないだろう。私は思う。藩の存立が藩士の命より大事だというのか。しかし一橋慶喜の心情には徳川家の尊王攘夷思想が根底にあり、それが真理守衛総督として禁門の変において自ら剣を振るい朝廷を守り抜いた行動、その後の土佐藩の進言を受け入れ大政奉還をしたこと、鳥羽伏見の戦いにおいては戦力では旧幕府軍が優勢だったのにもかかわらず、錦の御旗を見ると戦意を喪失し大阪城に逃げ帰り、旧幕府軍を見捨て側近を連れただけで江戸へと逃げ帰り、江戸城に入ることもなく上野の寛永寺で謹慎教順の意を続けたのも、尊王攘夷思想が慶喜の根底にあったからだろうと私は思っているのです。以上です。2023年12月23日、 INU 研究機構学長教授久保です。